はい、カバーチブロックアッパー園長です。じゃあ今度はね、海外の人が、日本で暮らしてみて、うんぬんみたいな、まあ暮らしやすさとかね、逆にこの暮らしにくさみたいなね、まあこの手のお話も定期的にね、次々と、いろいろ出てきましたけどもね、今回のお話は、まあ記事をちょっと二つほど続けて見ていくんですけど、まず最初の人が、日本に住むことが、嫌になる瞬間みたいな、まあ夏の暑さとかね、まあなんか社会的な交流うんぬんとかね、なんかいろいろ挙げてるんですけども、ちょっと何を言ってるのか見ていきましょうかね。まあ最初の人が、日本に住んでる、外国の人、なぜ私が日本に住みたいと思わないのかを思い出させてみたいな、ちょっとこれだけだと何が言いたいのかよくわかんないですけども、まあ本人もね、これは奇妙な投稿だろうと言ってるんですよね。で、私はそれが削除されるかもしれないことを完全に理解している。少し前、私は留学生として日本に約1年住んでいた。ほとんどの場合、それは私にとって素晴らしい、1年であり、私がしばしば懐かしく振り返る時期でもある。日本は素晴らしい国で、学生として日本を体験することができたことは非常に幸運だと思う。で、そうは言っても海外に移動するときに、ある国の問題を別の国の問題と交換することについて彼らが言うことは真実です。ちょ、言ってる意味はわかんないですね。日本で物事がどのように行われているのか、不必要な官僚主義のなんとかって書いてあるんだよな。あまり良しとしていないことも多々ありました。それに加えて、十分な日本語が話せなかったりすると信じられないほど阻害された雰囲気になります。で、私は高校と大学で日本語を勉強したが、到着した時はほとんど生き残れなかった。私はアジア人であり、口を閉じている限り少し溶け込んでいるので、外国人排斥の一部を免れることはできた。夏は文字通り蒸し暑く、冬の午後4時ぐらいに夕日が沈むと心の健康がめちゃめちゃになった。なんだろう、よくわかんないですね。それから数年たち、私は観光客として数回日本に戻ることがあった。そこでは全てがとても楽しくエキサイティングに感じた。それは私が上で述べた理由を些細なことのように思わせて、そこに引っ越してしまおうとさえ考えさせることができた。バラ色のメガネで思い出を振り返っている。私が探しているのは、あなたが日本の生活で、いや、嫌いなことについて教えてほしい。なぜ私はそこに住みたいと思わないのか、私を納得させてほしい。そうすれば私が愚かな決断をする前に、これらの感情をつぼみに挟むことができます。よろしくって言ってるんですよね。何が言いたいのかいまいち分かりにくかったんですけども。で、まあこれを見たね、人たちの反応がこんな感じでした。で、まあちょっと分かりにくかった話なんですけど、これに対する海外の反応が、まあこんな感じ。日本の相続税とか贈与税とかに当てはまる人は、ほとんどここにはいないだろうけど、当てはまるなら日本ではかなり面倒だ。日本に長期的にいることになるなら、そういった税関連のことを調べるべきとか、それはいい視点だと思う。外国生まれの人にはかなり向いていない。私たちを念頭において作られたものじゃないから。とか、私も日本に移住しようかなって考えちゃう。外国人として、そこにはなかなか溶け込めない。永住者であってもコロナ禍には日本に入国させなかったりもある。で、お金以外に日本に引っ越す理由はない。もしあなたが公民権のいい歴史を持つような豊かな国から来た人ならね。で、次の人は、私は先進国出身だが、日本での暮らしはいいものだよ。仕事や状況によって日本に住みたくないってなるかもしれないけれど。で、最初の人が、そうそう、本当にそれは同意。アニメや漫画のためだけで日本に住むなら、その夢が破れて大変だけど、そうじゃないならいいのかも。アニメや漫画だけ目当てに移住してくるなんて、そもそもその時点で、いや待てよって、普通思いません？で、次の人、まあ日本に住みたくない理由ってより、なんでそこに住みたいのか聞きたいよ。人生より良くするためなら問題ないでしょう。次の人、まず日本の夏はいやらしすぎるぐらい暑い。だから日本に住みたくない理由はそれだけで十分。で、また最初の人が、夏の暑さもそうだけど、夜にどこからともなく飛んでくる巨大な蛾は悪夢のようだったのは覚えてる。
で次の人、人種差別まではいかないけれど、社会的交流の深さは問題、それが私が日本に住みたくないことの一つでもある、言葉がわからないと文化に入り込めなくて、深い会話ができないから交流できないんだ。それ日本だけじゃなくね。あと日本人は本当の性格を晒すのに時間がかかる、深い話をしても笑って終わることもあるし。で、まあ、最初の人が、確かに私の友人にとって、もう同じ状況だった。お店のスタッフが私にはネイティブレベルの日本語で話しかけてくるけど、青目でブロンドの外国人の友人には話しかけなかった。で次の人、単純なことがないの、単純なことがないのが日本に住みたくないことの一つ。全てが官僚的で事務処理と遅いプロセスがあるんだ。もうやたらめったら書類とハンコとさを要求されるとか、あれのこと言ってんのかな、役所の手続きのこと言ってんのかね。まあ日本に住みたくないことを探すってより、あなたが大人として日本で働いて自分を試す気があるのかどうかが問題。海外で例えば英語を教えていても、1年間、それで過ぎてしまってもキャリアにはそれほど大きく影響しないと思う。何が言いたいのかよくわかんないな。日本人配偶者見つけられればかなり楽。日本に住みたくない理由は家を購入できなかったり、労働条件が悪かったりっていうことがあるから。まあなんか必ずっていう理由がない限り、私は日本に引っ越すことをお勧めしない。で、また最初の人が、私はただの主婦になりたいだけなんだけど、PR のためだけに誰かと結婚するのは良くないと思う。PR のため、オーストラリアでの将来の見通しは暗いが、日本での生活がいかに静的って静かの方ね、勉強してない時や友達がいない時に信じられないほどフラットな存在であったかを覚えている。で次の人、まず日本に住みたくないって言ったら、日本の働き方の文化は良くないから、長く働くだけ働いて給料も低い。で最初の人が、あなたがどういった業界で働いているのか気になる。私は人事と財務系で働いている外国人知ってるんだけど、彼らの待遇はそう悪くはないらしい。だからそれが日本に住みたくないことに直結するとは思えない。で次の人は、そうそう、私も日本での仕事を楽しんでる、だから日本に住みたくないなんてまず思っていない。でまた最初の人が、まあそうだよね、多くの人がこういったところに書き込んでいるけれど、そういった人が日本での仕事を良しとしていないというだけで、多くの人は結構幸せに暮らしているからかな、日本に住みたくない理由にはなり得ないと。最終的に何が言いたかったのかいまいちよくわかんないですけど、まあこんなやりとりがありながら、こんな話題も実はありまして、日本に住むとしたらどの都道府県を選ぶかなと。これはまあ日本の人がそう海外の人たちに向けて問いかけてるんですよね。で、まあこれ答え言っちゃうと、これ画像のまんまですよね。1位が北海道、2位が京都、3位が東京。これなんか2009年から2019年、まあ10年間調べた、そのなんか調査結果らしいんですけども、あれどこまで言いましたっけ。3位が東京、4位が沖縄で、まあ同率5位なのかな、奈良、長崎、神奈川、ん違うな、2009年から12年が奈良、13、14が神奈川で、また飛んで、2015年が長崎が入ってるんですよね。で16年から19年もまた神奈川っていう、そういう感じですかね。で、まあこれを見たイギリスの人が、奈良と京都での生活は最高だった、地元民もみんな寛大だったし、京都英語習ってる子供たちもたくさんいた、小さな鹿の折り紙くれた子もいたよとか、ブラジルの人は愛知がいいよと、トヨタ系列のなんか工場とかで働いてんのかな、ロシアの人は普通に沖縄、まあ鹿児島も悪くないで、アメリカの人は弥生町ってどこだっけ、弥生町ってなんか日本全国どっかにありそうですけど、でポルトガルの人が北海道、自分が人生で唯一雪を肉眼で見れた場所で、アメリカの人は長野、滋賀、熊本、この中で自然災害に一番合わなさそうな場所ってどこ、自然災害、それ言ったらもう日本全国どこにいたって何かしらね、大なり小なり自然災害とは完全にかわしきるっていう発想はもう捨てた方がいいですよね。どうだろう、滋賀、この人がどういう自然災害をイメージしてるかにもよるのかな。で、イギリスの人、台風被害はわからないけど、地震が発生しやすいのは北部の方だと思う。一概には何とも言えないですよね。そうも言い切れないんじゃないですかね。
オーストラリアの人、熊本はやばい地震がちょっと前発生していた。亡くなった人も多数いたし、お城もかなりの範囲にわたって壊れてしまった。九州も大きな活火山多い、阿蘇山とか、一番活発な桜島だってある。で、アメリカの人が、こんなに自然災害多い国がなんでいろんな面で世界のトップに位置しているのか理解不能。で、またアメリカの人が、しかも天然資源に乏しいんだよね。うちの場合は地下を掘れば天然ガス出てくるけど、日本の地下掘ってもお湯しか出てこない。温泉をバカにしてんですかね。チリの人が、長野県、前にテレビで特集やっててなんだか自分の田舎と似てると思った。で、また別のチリの人は、北海道、上級民族アイヌの人々と共に人生エンジョイしたい。本当にこれチリの人かな。アメリカの人が北海道、住もうと思えば京都に住めるけど大都市はもうたくさん。で、マレーシアの人は北海道、香川、メキシコの人は埼玉、アメリカの人が横浜、自分は中国人なんで。で、ブラジルの人がブラジル人の自分が意地悪されない都道府県どこですか。で、アルゼンチンの人が沖縄一択で、フィンランドの人は北海道、アメリカの人が京都か大阪、この2つの歴史が好き。まあ、東京以外ならどこでも OK。東京みたいなアメリカのパクリ都市嫌い。アメリカのパクリ都市って言われちゃった。で、アメリカの人が岡山。メキシコの人は京都。ハンガリーの人が、キリシタンが多い場所がいいって言ってるな。で、ボスニアの人が、長野か岐阜が良さそう。この辺りで、仕事が快適かどうか知ってる人いたらぜひ教えてほしい。長野か岐阜、仕事が快適、どんな方面の仕事かにもよるんじゃないですかね。うん。ブラジルの人が長崎か京都、ブラジル、また別なブラジルの人が暖かい地域限定、自分は寒さにめっちゃ弱いんで、5度以下になるとマジ動けない。沖縄しかないんじゃないですか、じゃあ。ね、次のアメリカの人も言ってますけど。で、またアメリカの人が青森か秋田、前に大阪と奈良は行ったことあるけど、寒い北の大地がいい。まあ逆の人もいるんだね。で、カナダの人、北海道が一番カナダに近そう。見た感じとっても住み心地は良さそうだ。で、日本の人がカナダよりもはるかにいい場所だと思う。で、フィリピンの人が沖縄。で、スペインの人が大阪。ペルーの人が秋田。ブラジルの人が鹿児島。アルゼンチンの人が千葉。ポーランドの人が、日本へ移住って難しいのかな。自分は高卒でしかないし、今習ってるのはグラフィックデザインだけ。こんな自分では英語教師とか不可能。グラフィックデザイン勉強してんのになんで英語の先生やるんですかね。で、アメリカの人が、それは無理だ。英語教育の学位取らないと。これは企業や学校の要求じゃなくてビザの問題。で、アメリカの人が新潟、日本の魂が宿る場所。おー、なるほど。オーストラリアの人が北海道、誰もが白人に最適な地域って言ってるから、そうなの？で、アメリカの人が想像以上に寒い場所だよ。これはあの北海道のことね。オーストラリアの人が分かってる。で、ポルトガルの人が大阪。今のところ出てない国ってどこですかね。ただこの最後の人はポルトガルの人がね、大阪って挙げてる理由がちょっとね、不謹慎ですかね。この2018年の調査結果、バストカップカラー表っていうのがあって、まあ、そのままですよね。なんだろうな。まあ、受け取り方はいろいろあると思いますけど、ね、ここまでね、ざっくりですけどもね、名前が出なかった県に住んでいるとしたら、あなたがね、まあ、あるいはなんか心がざわざわするなんていう人もいるかもしれないですけど、いや、全然気にしなくていいですよね。逆ですよ、むしろ。ね。海外の人たちから不人気だったら、逆に我々、日本生まれ、日本育ちの日本国民にとっては住み心地がいいっていう可能性の方が、はるかに高くないですかね。まあ、なんか、あれだな。災害が少ないことをなんかポイントにしてコメントをしている風の人がすごく多かったんですけどもね。まあでもそう考えると日本人も災害が少ない、っていうのは重要視するだろうから、選ぶ基準としてはそう大きく変わらないのかなっていうのはありますけども。まあ僕もそんなにね、5年とか10年とか長い期間じゃないんであれなんですけども。なんかこうね、テレワークがもっともっと浸透すれば、ね、さらにこの郊外、田舎への需要ってね、出てくるような気がしますよね。実際もうそういう動きって出てるじゃないですか。自然の中でね、山とか、川とか、海のそばはちょっとわかんないですけど、まあでも海も含まれますけどね。で、しかも広いうちに住んでる方が、まあ精神衛生上、
デメリットよりはメリットの方が多そうですよね。うん、だからまあまあ、個人的に具体的にイメージすると、その、なんだろう、郊外県、まあ、田舎にある県の、まあ、県庁所在地ぐらい、だから埼玉だったら、埼玉市、周辺ぐらい、あの辺なんかがちょうどいいんじゃないかなって、ちょっとね、まあ、僕が出身が埼玉なんでイメージしやすいっていうのが大きいんですけども、だからまあテレワークはそうですよね。もう可能だったら、まあ全ての業界業種がテレワーク OK かってそういうわけじゃないから何ともあれですけども。だからまあ日本のインフラで住みにくい場所なんてよほどの僻地に行かないとそうそうないんじゃないかなと思うんですよね。ただ首都圏以外はなんだろう、ホワイトカラーがするような仕事が、まああんまないのかな。だから京阪神っていうのかな、北九州ってのはちょっとわかんないんですけど、名古屋あたりがなんかいい職場を見つけるのにはどうなんだろう、そうでもないのかな。まあテレワークがもっともっと浸透してね、幅広い業種でね対応できるようになったら、まあ首都圏集中の緩和と地方活性化に期待できるのになとはなんとなく思いますけどもね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。